プロデューサーさん、どこだろう。また社長さんが呼んでるんだけど。あ、そうだ、この差し入れにもらったどら焼きで。プロデューサーさん、おいしいどら焼きがありますよ。来ないとなくなっちゃいますよ。プロデューサーさん、早く来ないかな。あ、プロデューサーさん、よかった。やっぱりどら焼きに釣られちゃったんですか。はい。ああ、社長さんがプロデューサーさんを探してて、事務所に行ってもらえますか。ついでに差し入れのどら焼きを届けてもらえると助かります。もちろんプロデューサーさんも一緒に食べてくださいね。おはようございます、プロデューサーさん。あら、なんだかいい匂いがしますけど。わあ、美味しそうなどら焼き。すぐにお茶を入れてきますね。おお、君来てくれたんだね。しかも手土産付きとは気が利くじゃないか。やはりできる男は気遣いも一流だ。早速食べながら話をするとしよう。実にうまいどら焼きだね。オーソドックスな見た目でありながら新しい味わいがある。プロデューサーさんもどうぞ。お待たせですけど。ああ、そうだった。心配しなくてもちゃんと覚えているやん。我がナムコプロではこれまでいくつかのユニットを送り出してきたが、どれも大成功と言っていいだろう。これもアイドル諸君と君の頑張りのおかげだ。いつもありがとう。プロデューサーさんもアイドルのみんなも本当に頑張ってますものね。そこでだ、ここでもっと先、さらなる高みを目指してみたいと思わないかね。これから君にはこの劇場に新たな伝説を誕生させてほしいと思っている。そして新たな伝説となるユニットの名前はバース。メンバーは萩原由紀穂くん、舞浜歩夢くん、三浦あずさくん、矢吹かなくん、そしてリーダーに菊池誠くんだ。どうかね。一体どんなユニットになるのか、ワクワクしてこないかね。うん、その意思だ。では頼んだよ君。
そうみたいですね。私たちちょっぴり早く来すぎてしまったのかもしれません。プロデューサー、私と誠ちゃんとあずささんの他にかなちゃんとあやむちゃんも呼んだんですか？もしかして私たちにもとうとうあれが。ユキホ、あれってひょっとしてあれのことなんじゃないかしら。シアターのお掃除当番。ああ、それは誰かがやらなきゃいけないですよね。僕ちゃんとやりますよ、プロデューサー。ユニット？僕たちがですか？やっぱりシアターのユニットってとっても評判がいいんですよね。お客さんにも大好評って聞きましたけど。はい、その新しいユニットに今度は私たちが選ばれたってことですよね。先輩として、私にできるかな？大丈夫よ、ユキホちゃん。いつも通りに頑張ればきっといい結果になるわ。あずささん、そうですよね。いつも通りに頑張ればきっと。僕たちが先輩としてか。なんか照れますね。わかりました。僕たち3人で歩とカナをガンガン引っ張っていきます。任せてください。はい。プロデューサー、遅れてごめん。出かけに靴ひもが切れちゃってさ。おはようございます。途中で歩さんと会ったので一緒に来ちゃいました。そうなんだよ。乗ろうとした電車が目の前で行っちゃうし、駅前歩いてたら水まきの水をかぶるし。まあ、あったかかったからいいんだけどさ。あ、そういや、カナも水かぶってたけど大丈夫だった？はい、ちょびっと濡れただけです。太陽さんさん、カナと歩さんはさんざん。まあ、二人とも大変だったのね。風邪をひかないようにちゃんと拭いておきましょうね。あずささん、ありがとうございます。優しいなあ。それでプロデューサー、私たちに話って何？ここにいる5人でユニットってマジ？私もですか？バースか、かっこいいな。え？ね、僕がリーダー？おめでとう、マコトちゃん。マコトがリーダー？ユニットか。なんだかすごいユニットになりそうだな。やっぱダンスバリバリのかっこいいユニットかな。楽しみ。
プロデューサーさん、ちょっといいですか？実はユニットのことで、ユキホちゃんじゃありませんけど、私も少し不安があって。私、自分で言うのもなんですけど、おっとりしてる方ですから、ついていけるかしらって。まあ、本当ですか？それじゃあ早速、明日から特訓をお願いできますか？よかった。ありがとうございます、プロデューサーさん。公演が始まるまでの間、秘密の特訓。改めて、よろしくお願いしますね。お、プロデューサー。そうなんだ。靴がなかなか乾かなくってさ。あ、そっか、もうこんな時間だったんだな。あ、ごめん、すぐ帰るよ。え、いいの？あ、サンキュープロデューサー。なあプロデューサー、今回のユニットって誰が決めたの？プロデューサー？ううん、別に深い意味はないんだけど。あ、そっか、社長なんだ。ほら、私とあずさは一応年が上だろ。誠とユキホは同じ年で仲良しだし。でもカナだっけ、ちょっと年下だからさ、もしかしたら大変なのかなって思って。別に気使ったとかそんなんでもないけど、同じユニットの仲間だからさ、ちょっとでもいい感じになって5人で最高のステージにしたいよな。うん、ダンスなら私に任せてよ。アイアムナンバーワン。手応えは十分って感じだな。誠、今のダンスいい感じだったよね。うん、バッチリ。歩とダンスするとすごく楽しいし刺激になるよ。誠に改めて言われるとなんか照れるな。でも嬉しいよ。誠ちゃんと歩ちゃん、息ぴったりだったよ。私、思わず見とれちゃった。そうですよね、2人ともすっごくかっこよくてダンスユニットみたいでした。ダンスユニットか。それならさ、バースのみんなで最強のダンスユニットを目指すっていうのはどうかな。え、最強のダンスユニットって、私たちもですか？うーん、
でも、まことちゃんやあゆむちゃんみたいなかっこいいダンスが私にできるかしら。あずささんなら大丈夫ですよ。僕が保証します。なんだったら手取り足取り教えちゃいますから。まことちゃん頼もしいわねそう言ってもらえるなら安心だわ。プロデューサーさんはどう思いますか、ユニットの方向性。最強のダンスユニットを私たちが、どうしよう。最強のダンスユニットなんて私には無理だよ。でも誠さんも梓さんもノリノリだし、私一人ができませんなんて。あ、そうだ、ユキホさん、ユキホさんがもしかしたら断ってくれるかも。ちも一緒に頑張ろうな。あ、歩夢さん、私じー、私も頑張ります。よし、ひとまずユニットの方向性は決まりだね。プロデューサー、これでいきます。ユキホちゃん、カナちゃん、心配しなくても大丈夫よ。私だってダンスはそんなに得意じゃないけれど、マコトちゃんとアユムちゃんとプロデューサーさんがついていてくれるんだもの。一緒に頑張りましょうね。はあ、はひ、あずささん、きれい、いい匂い。その後に新人アイドルの子の収録があって、その子次の仕事に間に合わないかもって言ってて、新人なのに穴を開けられないってすごく困ってたから先に収録してもらったんです。そしたらいろいろとしてしまって、僕たちの収録これからなんです。お
本当にすみません。今日は新曲の振り付けを教わる日だから行かなくちゃいけないのは分かってたんだけどさ。プロデューサー、ありがとうございます。みんなにも謝っておいてください。でも、そういう事情なら仕方ないって思います。二人とも、今日は私たちだけで頑張りましょうね。え？プロデューサーさんが私たちに相談ですか？私にできるかしら。私もあんまり自信ないなって。そうですね、その方がいいかもしれません。少し時間はかかってしまいますけど。あのプロデューサー、私が誠ちゃんたちの分までダンスを覚えます。ちゃん、もちろん私なんかにも無理かもですけど、本当は先生の予定を調整してもらった方が。でも最初から諦めるのは違うかもって。だから私にやらせてください。お願いします。ゆきほちゃん、次はそこでターンよ。そうでした。あずささん、ありがとうございます。あれ、その次は。ゆきほさん、そこは止まって右手を前です。ピッと。ありがとう、かなちゃん。手を前に。先生のダンスと同じ、完璧じゃないか。
生でしっかり見せてもらえたから細かいところまでよくわかったよ。グッジョブ。フロリューさん、ありがとうございます。あずささんとかなちゃんのおかげでなんとかなりました。私とかなちゃんは少しお手伝いしただけよね、かなちゃん。はい、ゆきほさんの振り付けバッチリでしたね。さすがです。あずささん、かなちゃん、ゆきほ、あずささんもかなも本当にありがとう。よし、じゃあ最初から全員でやってみようか。まことちゃんとあゆむちゃん、とっても評判が良かったみたいだし、私たちも頑張らないとね。はい、レッスンのために体力残しておきますね。行ってきます。プロデューサーさんも打ち合わせ頑張ってくださいね。スタジオの周りの道路が事故で通行止めになっているみたいで、その車が動かないんです。あのプロデューサーさん、それで私たち相談したんですけど、駅まで歩いてそこから電車で帰ります。プロデューサーさんは待っててください。大丈夫です、あずささんには私がついてますから。かなちゃんには私がついてますから。プロデューサー様、事務所でゆっくり待っていてくださいね。元気に歩こう、ゴーゴーゴー、鳥さん、猫さん、ついてこい。歩いて駅まで行くことになっちゃいましたけど、なんだかお散歩みたいで楽しいですね。そうね、お天気もいいからついつい寄り道しそうになっちゃうけど。バースのレッスンに遅れちゃいます。進路はどっち？向こうだ、スイッチ。あずささんはこっち、こっち、こっちですよ。あら、私ったら。そうよね、寄り道しないで今日のレッスン頑張らないとね。寄り道しないでまっすぐ、カナも頑張るレッスン。
あずささんってやっぱりすごいな。すごいって何のこと？だってだってダンスは得意じゃないって言ってたのに、もう振り付け全部覚えちゃったじゃないですか。ユキホさんだって無理かもって言ってたけど、マコトさんとアユムさんの前でちゃんと踊れたし、私ちゃんとみんなについていけてるのかな。本番も近いのにカナだけダメダメだな。カナちゃんって少しだけだけどユキホちゃんに似てるのね。え、私がユキホさんにですか？ユキホちゃんも事務所に入りたての頃はよくダメダメですって泣いたりしてたの。でも今はそんな自分をちゃんと受け止めて、自分で自分を励ましながらステージに立ってるんだと思うわ。そんな風に今のユキホちゃんが頑張れてるのは、かなちゃんやあゆむちゃんがいるからじゃないかしら。私とあゆむさんがいるから。あずささん、それってどういうことですか？先輩になったからには自分も頑張らなくちゃって、きっとそんな風に張り切ってるんだって思うの。かなちゃんも今はバースの末っ子だけど、後輩ができたら気持ちがわかるかもしれないわね。は？私に後輩？そんなの想像もつかないですよ。今はそうよね。私だってそうだったもの。そうだわ、かなちゃん。実はね、私時々ダンスの居残りレッスンもしてプロデューサーさんに見てもらってるの。え、そうだったんですか？そうなの。よかったら今度からかなちゃんも一緒に練習しない？かなちゃんも置いていかれたくないんでしょ？まことちゃんやあゆむちゃんに。私もそうなのよ。あずささん、やります。私居残りレッスンやります。マラソンでも反復横跳びでも何でも。よかった。それじゃあこれからは一緒に頑張りましょうね。はい。って、あずささん大変です。いつの間にか知らない場所に来ちゃってますよ。あら、ここはどこかしら。あずささんとカナ遅いな。プロデューサー、二人は電車で帰ってくるんですよね？それにしては時間がかかりすぎてる気が。どこかで道に迷っちゃったんでしょうか。マイガー、カナもアズサも迷子になっちゃったってこと？どうしよう。とりあえず僕駅まで迎えに行ってきます。心配ですから。待て、マコトプロデューサー、なら私も。あ、私も。いや、ユキホは残ってて。留守番してる人がいないと事情を説明できないから。マコトちゃん、そうだね。それじゃ私はここでみんなを。
定より少し遅れちゃったけど、なんとかレッスンには間に合ったみたいね。あ、あずささん、カナ。あんまり遅いから、マコトちゃんたちが心配して迎えに行こうとしてたところでした。まあ、そうだったの。ごめんなさいね、みんな。心配をかけてしまって。いえ、二人とも無事ならいいんです。カナが道案内してくれたんだよね。お疲れ様。それはですね、私が一人で違う道に行きそうになると、カナちゃんが歌を歌って呼び戻してくれたの。だから間に合ったのはカナちゃんのおかげね。ありがとう、カナちゃん。歌ならお安い御用です。ランララー、お役立ち。プロデューサーさん、しー、今あゆむちゃんがレッスン室を使っているんです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、よし、こんなもんかな。次は、うわあ、プロデューサー、それにあずさとカナまで。まあ、いつから見てたんだよ。見学するならするってそう言ってよ。でもみんなしてどうしたの？なんか忘れ物？実はね、私とカナちゃんも居残りでダンスの特訓をしていたの。え？なんで？だって二人ともちゃんと踊れるようになってるのに。それが私たちの特訓の成果なんです。そうですよね、あずささん。ええ、私たち少しでも歩夢ちゃんや誠ちゃんに追いつかなくちゃと思って。でもでも、やっとちょっぴり追いついたところなのに、歩夢さんにそんなに頑張られちゃったら。いつまでたっても
追いつけそうにないわね。ふふっ、いやだな、そんなことないって。それよりも二人がそんな風にダンスを練習してたなんて、私すっごく嬉しいよ。もちろんだよ。ちょっとはダンスの楽しさ伝わったのかなって。でもでも私なんてまだまだ下手っぴだから、特訓なんて笑われちゃうかと思ってました。笑わないって、一生懸命頑張ってる人笑ったりしないよ。私だって最初から踊れたわけじゃないし、できないことがいっぱいあった。だからダンス苦手だって言ってたかなが頑張ってくれてるのすんごく嬉しいんだ。あゆむさん、それに私バースのメンバーに選ばれたのすごく嬉しくて、今でもドキドキしてるんだ。リーダーの誠のこと少しでも手伝いたい気持ちもあるし。なんて。私が？もちろんいいよ、協力させて。失礼します。あ、プロデューサー、やっぱりここにいたんですね。失礼します。違いますよ、僕は自主練しようと思って。そしたらユキホが。私もダンスをもうちょっと練習したくて、マコトちゃんに一緒に練習させてってお願いしたんです。マコトとユキホも？もうみんなで自主練してたら自主練じゃなくなっちゃうじゃん。え、じゃあみんなも。秘密の特訓のつもりが全体練習になっちゃったみたいね。そうですね。らしく。かわいく決めるだけ。あれ？あ、あらあら。そういえばユニットの方向性って結局決めてないままだったっけ？最強ダンスユニットなんだから、かっこいいで決まりだろ。いや、そんなことないよ。やっぱりアイドルだし、かわいい心を忘れちゃいけないと思う。いやいやいや、かっこいいじゃないとせっかくのダンスがもったいないって。でも僕はかわいくなりたくてアイドルになったんだから、やっぱり。
わわわわわわ、プロデューサーさん、どうしましょう。プロデューサー、何って、それだ、それですよプロデューサー。え、まことまで、何言い出すんだよ。ふざけてるわけじゃないよ歩。でも僕はかっこいいもかわいいも諦めたくない。そうね、かっこいいとかわいいの両方をいいとこ取り、いいんじゃないかしら。かっこいいとかわいいのいいとこ取り、なんだか欲張りですね。わ、私どっちも自信はないけど、みんなの足を引っ張らないように頑張ります。もう、みんなにはかなわないな。オッケー、わかったよ。それじゃあ、本番ではかっこかわいいを意識してやってみよう。みんな、よろしく。オッケー、それじゃあ、エンジン組むよ。ほら、歩、プロデューサーも。それじゃあみんな、いくよ！バース！レディー！ゴしたデザートばっかりで、まるでお姫様みたいだ。こんなにおしゃれなデザートビュッフェに来られるなんて、頑張ってよかったです。よかったね、まことちゃん。お茶の種類もたくさんあって、どれにしようか迷っちゃいます。デザートビュッフェにレッツゴー。今日はブレイクオン、ゴーゴーゴー。食べ放題だし、迷ってる暇なんてないですよね。みんなで手分けして全種類制覇を目指しましょう。カナ、いくらビュッフェだからって食べきれる量しか取っちゃダメだって。食べきりますから大丈夫。かわいいケーキとランデブー。一つ一つは小さいケーキですから、その今日のところは大丈夫ということにしませんか。すみません、私プロデューサーさんには心配ばかりかけてしまっていますね。でもプロデューサーさんがそうやっていろんなことを気にかけてくださるおかげで、今回もとっても楽しく活動できました。本当にいつもありがとうございます。私もまだまだ成長していかないと、みんなに置いていかれてしまいそうですから。そういう意味でも今回の活動はとっても刺激になりました。
アイドルにもいろんな形があるんですね。あずささん、あずささん、大変です！ケーキすっごいですよ！全種類制覇、早くもピンチ。どうしよう。でもでも、全部食べたい！あら、かなちゃんが呼んでくれてるみたいです。それじゃあ、ちょっと失礼して。かなちゃん、私にも選ばせて。プロデューサー、ケーキ食べないの？選ばないと、カナに勝手に選ばれちゃうよ。急になんだよ。改まって言われるとなんか照れるんだけど。のみんなと最高のステージにしたかっただけで、あとはみんながダンス好きになってくれたらいいなってちょっとだけ思ってたけど。そっか、うん、そうだといいな。あゆむ、プロデューサー、もう何やってるんですか？お茶が冷めちゃいますよ。なあ、ごめんごめん、すぐ行くよ。行こう、プロデューサー。ライブは終わったけど、バースはまだまだ続くし、また明日から私たちのことよろしく。